日本近畿地方京都府京都市左京区キララ坂雲も、坂は、京都市左京区修学院の修学院離宮の脇より、比叡山の山頂に至る古道である。音羽川沿いの住宅街を抜けた先にかかる、キララ橋が、登山口で、新浪ゆかりの石碑が立つ。修学院離宮の外苑をめぐる、登山道を登り、水飲み大臣跡を過ぎて、京福電気鉄道工作船のケーブル、 比叡駅を経由して、比叡山の指名が岳山頂に至る。古来、比叡山に向かう最短路であるが、道幅の狭さや、険しさから、現在では利用者が少ない。坂の名である、雲母のゆえんは、京都市中から見ると、この坂から雲が生じるように見えるためであるが、この坂に、キララが含まれる、花口岩由来の砂が多いためという説もある。 同じく行者道の一部であった京都市左京区一条寺の満州院道、あるいは満州院山道がうい坂であるとする説もあり、いずれも舗装前は同様の地質であった。また、キララ坂は登山口近くに不動明王を祀る雲文字があったため、不動坂とも朝廷から延暦寺まで直視が向かう際に利用したことから、直視坂、氷坂とも呼ばれた。 浄土新宗の州祖とされる新蘭が、9歳の時に、少年院で出家し、永山へ修学のために登り、29歳の春頃に永山を降り、六角堂へと百日三郎を行うために下山した、道とされる。1336年の延元の蘭で、比叡山にこもった、五代五天皇法の千草忠明率いる軍が、細川氏を先人とする。 足利忠義の軍と対峙にし、西坂本合戦で、忠明が討ち死にした地でもある。また、延暦寺の千日解放行が行われる、行者道でもある。ありがとうございます。